会見。今日予算の最後の集中審議、外交防衛で行っておりますが、明日予算を本会議で、主要な関連法案と一緒に挙げていただくということに大体決まって、まいりました。まあ、いずれにしても24日ということで、予算が上がればその後まだかなり何本かの予算に関わる関連法案がございますので、できればほぼすべてを年度内に成立をさせたいというふうに思ってますが、若干4月に入る部分が出てくるんではないかと。ただまあ4月に入っても支障のない関連法案だと、まあ、こういうことになるというふうに思いますが、私ども初めての与党の予算審議としては非常に順調にいけたんではないかなというふうに思っております。まあ、いずれにしても予算が上がれば、これから予算の執行と、そしてさらにまだいろんな法案がございますし、内閣にとっては普天間の問題含めて大きな課題も残されてますので、それらを国民の期待に応えられるような状況で推進していくことによって参議院選挙を迎えたいというふうに思っております。以上です。